ほらほら、ここは高速道路なんだよ。軽自動車が行きがって追い越し車線走ってんじゃねえ。いや、何この車、怖い。高速道路で煽るなんておかしいわよ。よし、点検完了。他に異常はないな。おい、こっちの車の部品の取り付けも頼む。わかりました。俺の名前は高橋満、40歳。この自動車整備工場で働く整備士だ。平社員で月収は30万ほどとそれほど悪くない。でも、どこの職場でも嫌なことが一つや二つはある。おい、いつまでちんたら部品の取り付けやってるんだ。あ、すいません、あと5分で終わります。本当に高橋は仕事が遅いんだよ。もっと早くしろ。すいません、もう少しだけ待ってください。それは上司が俺にだけ異常に厳しいこと。また俺にだけ文句かよ、くそ。そしてそれは仕事だけではなく、はあ、仕事が遅いのに休憩は一丁前に取るんだな。それにその弁当、お母さんに作ってもらってるんだってな。その年でまだ独身、しかも母親にべったりって恥ずかしくないのか。いい給料もらってるんだから、もっと努力しろよ。はい、仕事のことなら文句言ってもいいけど、なんでそこまで言われないといけないんだ。上司の心ない言葉に俺は日々ストレスを溜めていた。そんな俺のストレス解消方法は SNS。おいおい、こんなダサい車 SNS にあげるんじゃねえよ。軽だなんてよく乗れるよな、くさ。同居してるお袋も中古の軽に乗っている。しかもギャンブル中毒で、金はほとんどパチンコに使い込んで、車にちっとも金はかけねえ。だから俺は軽自動車を自慢するような貧しいやつらが大嫌いだ。でも俺は違う。自動車整備士である俺は車が大好きだ。そしてもちろん乗るのは価値のある車だけ。貯金500万全部はたいてスポーツカー買っちまったよ。やっぱり乗る車は高い車じゃないとな。車は価値があるものじゃないと意味がない。その車を買ってからというもの、俺は余計に安い車に乗ってるやつが許せなくなった。だからこんなことがあっていいはずがない。あいつ、Kのくせに俺の車を追い越しやがった。ふざけるんじゃねえ。こっちが格上だってことを教えてやる。ちくしょう。軽自動車に追い越された時は必ずその車を追いかける。そしてたっしゃー、一瞬で抜いてやったぜ。ざまあ見ろ。俺は圧倒的な車の差を思い知らせるのだ。こうやって俺は自分の車にいかに価値があるかを世に知らしめている。本当に自分たちの立場を分かってない奴を懲らしめるのは爽快だ。はぁ、癖になっちまいそうだぜ。これからもガンガン成敗していかないとな。俺はそうやって世の中の安い車に乗る人たちを教育していった。でも安い車に乗る奴らはマナーがなってない。じゃ、何割り込んできてんだよ、ざけんな。はい、どきやがれ。なんと前方から割り込んできた軽自動車がいたのだ。Kのくせにふざけんじゃねえぞ。目に物見せてやる。ほらほら、俺に前方を渡しやがれ。ほら。俺はクラクションを連打し、その車の後方にぴったりと車体をくっつけた。ギリギリまで後方に迫られて、運転手はさぞ狼狽しているだろう。おお、見事に怯えた顔してやがる。当たり前だ、Kの安物しか乗れないくせに調子乗るからだよ。Kを運転している女の青ざめた顔を見て、俺はスカッとしていた。気分が爽快だ。これで明日も頑張れるぞ。そして翌日出勤してくると、昨日後方の車に車間距離を詰められて本当に怖かったよ。進路変更してもついてくるし、本当に気味が悪かった。
ああいう煽り運転なくなってほしいよな。うわ、煽り運転されてビビりまくってたのかこいつ。人には偉そうな口聞くくせに大したことねえな。なんと上司が煽り運転の愚痴を他の社員に話していた。自分はいつも偉そうなくせによく被害者ぶれるよな。そして休日、俺は仕事での憂さ晴らしをするために高速を走っていたのだ。ほらほら、80キロでちんたら走ってるんじゃねえ。俺様に道を譲りやがれ。俺はクラクションを連打して前方の軽自動車を威嚇。しかももみじマークがついた車だった。高齢者が偉そうに高速走ってんじゃねえよ。お前らしょっちゅう事故を起こしてるじゃないか。免許返納しろ。やっと追い越せたぜ。まったく本当に高齢者は邪魔だな。ってなんだこの高齢者の毛、俺のこと抜かそうとしてる。俺のことみんなしてバカにしてるのか。誰が抜かせるか。俺は急発進で右側車線に移動、車の追い越しを見事阻止したのだ。ざまあ見ろ、 K がスポーツカーに勝負挑むからだよ。ほらほら、もっと飛ばしていくぞ。俺はその後も車線変更を繰り返し K を翻弄。だがその時、パトカーが走ってきやがってる。嘘だろ。なんと反対車線からパトカーが走ってきたのだ。大丈夫、向こうは反対方向に走ってるんだ。見られても俺のことを追いかけることなんてできねえよ。そう考えると警察もちょろいな。だがそう思っていると、あのけ、また俺の車に近づいてきやがった。ウインカーまでチカチカさせやがって。誰が追い越させるか。俺は後ろの毛を懲らしめるべくスピードを上げて車線変更。ほらこれでも食らえ。そのまま後ろにいる毛が驚くよう急ブレーキをかけたのだ。もちろん軽自動車は急停車だが、嘘だろ、トラックがぶつかってきやがった。なんと軽自動車の後続のトラックが衝突、 K をペシャンコに潰していたのだ。俺はすぐに逃げようとしたが、そこの車止まりなさい。なんで警察が追いかけてきてるんだよ、ふざけんな。どうも先ほどのパトカーが無線で応援を呼んだらしい。なんで高速道路にはこうパトカーがやたらと常駐してるんだ。俺はそのまま逃走を図ったが、目の前は渋滞しており前方の車にぶつかってしまった。前方の車も前に止まる車にぶつかり玉突き事故が発生。そしてそこに、おい大丈夫か。はい、大丈夫です。パトカーがやってきて警察官たちが俺を救出。俺は現行犯逮捕されたのだった。幸い俺は軽傷で済んだ。そのためすぐに取り調べが始まったのだが、違います、 K のくせに俺を追い越そうとした相手が悪い。それにブレーキを勝手に踏んだのはあっちでしょ。君ね、煽ってた相手が誰だか分かってて言ってるの？はあ？君が煽っていた相手は君のお母さんだったんだよ。どうも隣の県のパチンコ屋まで行ってたみたいだね。嘘だろ、俺が煽ってた車がおふくろの車。確かに車種や色は同じだったけど、でもあの車のカラーは街でもよく見かけるし、なんでなんで、そのおふくろは無事なんですか。あのその今は入院している、かなり危ない状態らしい。まさかご本人も息子に煽られて事故を起こすなんて思っても見なかったろうね。そんな、嘘だろ、嘘って言ってくれよ、畜生。その後俺は懲役刑を食らい多額の賠償金を支払うことに。そして入院していたおふくろも亡くなってしまった。貯金もほとんどない俺はおふくろの遺産を期待していたが、パチ狂いだったおふくろの遺産は1円もなかった。
今は刑務所に入ってるからいいけど、出たら返済に追われるな。それよりお袋も今回の事故のせいで亡くなっちまったし、どうしたらいいんだよ、ったく。今俺は同じように事故を起こした連中が集まる刑務所に収監されている。交通刑務所と呼ばれているここには俺と同じような奴がたくさんいた。あれも初めは高級車が偉いって思ってたんだ。そういった車のために他の車は遠慮すべきだってな。でもその傲慢さが事故を引き起こしたんだよな。なんだよこいつ、なんで刑務所来ていい子ちゃんになってるんだよ。だが俺は受刑者たちの話に共感できなかった。悪いのは俺ではなく急ブレーキをかけたお袋だ。亡くなったお袋には悪いが、あの事故は俺のせいで起きたんじゃない。そしてもう一つ驚くべきことがあった。本当にあの頃はすまなかった。もう少し君の気持ちを考えて言葉を選んで発言すべきだった。なんだよこのクソ上司、今頃謝罪の言葉なんて送ってきやがって。お前が俺をひどく扱わなきゃ俺は。そうだ、全部こいつが悪い。こいつさえ俺にひどく接しなければ俺は煽り運転なんかしなかった。でもここから出ても賠償金を払う毎日が待ってるしな。前科持ちは職が見つけづらいって言うし、そうなると返済もままならない。そう考えるとずっとここにいた方がいいかも。お袋のせいで悲惨な事故の加害者にされ今俺はここにいる。俺の人生どこで狂っちまったんだ。なんで俺はこんな目に遭っているのだろう。考えてもわからない。でも俺の人生はもう積んでいる。だったらもうどうでもいいや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。